はい、こんにちは。詰将棋、これは、手数は9手なんですけども、私も見た瞬間、はいはい、詰んだと。もう、超勝手読みでしたね。まあ、将棋ウォーズに9相手にだったら、もう、2一飛車成、同玉、3二銀、2二玉、1二飛車角成、同玉、2三歩成で詰みと。まあまあ、今のは本当にもう超勝手読みで、もういろいろダメなところがいっぱいあったんですけども、まずこの2一飛車成、まあ、これはまあさすがに取る一手かな。まあ取る一手と。でまあ3二銀2、ここまでまあ必然でしょうけど、この手に対しては、まあ同香と取られても多分つまんないですね。同香と取られて、こうなって1一だけど、この角が効いてるんで銀打ってもダメでしょうから、多分つまんないですね。だし、もっとダメなのが、これ、こっちの銀取られて、残り銀1枚じゃない。これ、どうにもならないですね、これ。こうして、こうなって、隣の番から角2枚持ってきて、いっぺんに打つしかなくなっちゃうんで、これも全然ダメと。今のは本当に超勝手読みで、で、この2一飛車成がダメだと、他にもうどうにもなんか、手が思い浮かばず、って、まあ悩んじゃって、そこからもう沼にはまっていってしまったんですけども、で、とにかく、ここからこんな風に脱出されたらもうおしまいなんですけども、じゃあやっぱり玉は狭い方に追いやるということで、まあ、これなんですね。これ今度こう逃げられても銀が2枚残ってれば、こう打って、ここに逃げられても、まだ、ここに打つ銀があるんで、これで詰んでるんで、銀2枚残して、ここに来る分には構わないと。いうことなんで、まあ、これは取る一手と。そうなると、この3枚を、あとは、並べていくだけじゃないですね。ここで銀打ったんじゃ、また公平で、さっきの私の間違いと同じ状況になってしまうんで、もうこの角はいらない。同玉で、で、こっから、もうあとは、この2枚を、こっちからだったら、角がいるの気をつけて、こう打って、強打し、真下に逃げれば、下に逃げれば、強が先で、3二銀と打ちということになりますと。じゃあ、詰め手順。まあ、もう本当、初手が全てですね、これは。初手が、1一飛車成。同じく玉。で、1二角成。で、まあ、大駒2枚連続ですね。あとは、2三銀。まあ、じゃあ、1一玉。1二強。2一玉。3二銀打ちまでの9手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋シリーズは、こういった藤井聡太竜王が少年時代に頭の中だけで解いたと言われる伊藤寛寿の煙詰めや、圧倒驚く妙手が登場する大道詰将棋や、まあ、普通の探偵数もの、いろいろ取り揃えておりますので、再生リストからご覧になってみてください。ありがとうございました。